Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。みなさんこんばんは。午後10時になりました。FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから、キウ名古屋をお送りいたします。MC は私、みそにこみすき。最近のコロナウイルスの関問題で、私の仕事は来週の日曜日までお休みです。コロナのバカ。はい。コロナで振り回されてますけども、最近ですね、通勤の地下鉄を、時間帯を変えたんですけども、人があまり減ってなかったダンサーズでございます。はい、ということで、今日は、マスクマンがお休みということで、王子の不安、ごめんなさい。今日は二人でお届けします。まあ、不安ですけどね。彼のトークは。はい。でも、ファンはいるからね。あ、ファン、そちらのファンですね。はい、ね、そうです。はい。そして、今週のテーマは、食堂、レストラン。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして今日は、名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは、名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、そして個人スポンサー、真っ赤なメルセデスさん。さてさて、そして、陸上海上輸送を一貫サポート、東海協和、本日より新しいスポンサーさんになります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上の各社の提供で、名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。キウナ名古屋。はい、ということで、先週ですね、番組の、時にですね、メールをくださいました、先週のレコードに関するメールが、ご紹介させていただきます。皆さんこんばんは、こんばんは、フルムーン新一です。こんばんは、ありがとうございます。レコードに関することでいろいろ思いつくことがありますが、今日は名古屋にゆかりのあるレコードを紹介します。昭和49年、中日ドラゴンズが巨人の V10 を阻止してセリーグ優勝に輝いた時の実況録音版、を我らがドラゴンズです。エースの星野仙一さんをはじめ、大島さん、高木さんが当時のメンバーですが、沖縄関連で言うと当時の監督の与那嶺要さんは沖縄にルーツがあります。画像で確認くださいませ。いろいろ話したいことがありますが、今日はこの辺でということで、そうですね、画像をいただいておりますが、はい、見えますでしょうか。全然わからないな。もう与那嶺監督と言いますと、ね、昔坂東英二が歌ってた燃えよドラゴンズ、あ、その中にですね、与那嶺監督の胴上げだとか歌ってますから、もうわかりますよ、ね、そうです、そうです、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。そしてそして、今週のテーマ、食堂レストランで読みたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム卵屋さんです。
ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今週もよろしくお願いします。お願いします。はい。お気に入りの食堂。うちも港湾福利食堂も、うちの港湾福利食堂も安くて美味しいのですが、ランチ500円税込み、朝食300円税込み。わ、めちゃくちゃ安いですね。安いですね。いいですね。はい。名古屋にも、大須万象寺ビルに沖縄のアンテナショップの沖縄カフェがあります。皆さんご存知ですか？はい、よく存じております。あ、わかりますよ。ね、はい、よくわかります。沖縄そばやスパムサンドなどもあると思いますが、沖縄の飲料や食材もありますよ。古くから沖縄といえばこの店を利用する沖縄好きの名古屋人や沖縄出身の方のご推奨のお店ですということで、はい、はい、あの万象寺ビルのところですよ ね、はい、はい、行ったことありますね、ね、はい、ですね、あのお昼確かにランチやってるのは知っておりました。え、ちょっと見えるかな、ちょっとお店の写真があるんですけど、入り口の写真がね、はい、ちょっとちっちゃくて見えないかな、はい、はい、ということで、はい、はい、次いきますね、はい、はい、皆さんこんばんは、鶴ヶ島カーズニーです。ありがとうございます。ただいま石垣島で遊んでます。あ、お、見たいですね。石垣島なんですね。石垣島に来たら食べたいのは牛そば。はい、荒川食堂の牛そばはおすすめしますよ。うん、わ、うん、かります、わかります。そしてロホロホした牛肉、ロホロホ、ロホロホ、ホロホロじゃないよ、ロホロホって書いてあるよ。ロホロホ、ロホロホした牛肉にホルモンも入っていて、はい、そばとスープの相性バッチリです。石垣島へ行かれた際はぜひ荒川食堂の牛そばおすすめしますということで、はい、はい、確か具志堅用高記念館のそばにあるとこですね、はい、うんうん、はい、美味しいです。何度も行ったことあります、はい、いつも行きますね。いつも行きます。そんないつも行かないです。いやいや、石垣島行った時には行ってますから。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、そして、次行きますね。はい。はい、ラジオネーム、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。本日のテーマ、食堂レストラン。私が学生の頃は、新幹線に食堂車が連結されていました。はい、ああ、はいはい、はい。懐かしい。懐かしいです。その当時は贅沢できるお金も持っていなかったので利用したことはありませんでしたが、今思うと一度くらい利用しておけばよかったなぁと思います。うん、同感です。ああ、うん、そうそう。あのね、あります？あのね、行ったことないんですよ。で、前、うん、昔小さい頃に新幹線乗った時に、両親から、あそこは行くなって言われたんですよ。え、なんで？美味しくないから、そういう。そうなの？って言われて。そうなの？行きたかったんですけど。なんかすごい憧れでしたけど、やっぱり高いイメージがあって。多分、美味しくないっていうのは高いからっていう口実、うん。ああ、そうかそうかね。で行ってるんじゃないかなと思います。そうかそうか。美味しいよって言ったら、だって行きたくなっちゃうもんね。そうですね。はい。はい、そして、今思うと、一度くらい利用しておけばよかったなと思います。豪華寝台列車で美味しい食事を楽しみながらの旅、憧れですね。いつかぜひ実現したいものです。今日も放送楽しみにしてますということでした。ありがとうございます。ございます、ね、今寝台列車も豪華なので、すごくいろいろ ね、すごい素敵な列車がいっぱいありますけど、レストランもね、豪華でいいです ね、 ね、はい、はい、ではでは、まだ行ってもいいですか。はい、どうぞ、はい、ラジオネーム、読谷村の古門いかりさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、食堂レストラン。私の食堂レストランの思い出は、私が小学生から中学生くらいまで家族で週末によく那覇市のジャッキーステーキハウスに連れて行ってもらったことです。当時の沖縄は特別措置が適用され、牛肉が比較的安かったのです。一人1000円以内で食べることができました。おかげで当時安いステーキ屋さんだったジャッキーしかステーキ屋さんを知りません。今も那覇市西町にありますが、うん、当時は那覇市の辻にありました。今も昔も味は変わらないのですが、観光客向けを意識してか値段が高くなったので、うん、あまり気軽に行けなくなったな。では番組最後まで頑張ってください。あれ行きましたね、ジャッキー。もしかしてこの前行きましたね。うん、そうそうそう。ラジオ機内の近くの。そうですね。ええ、なんか、結構有名なのに、行ったのは本当についこの間初めて行って、ええ、噂通り美味しくて。美味しかったです ね。あれですよね、ええ、入り口になんか、その客の入りので掲示板があるところですよね。
だったかな。あれ違う。あの、もう自分のね印象は A サインがあるっていう。ああ、そうそうそう、ね、あそこですよね。はい。うん、ね、美味しいですよね。はい。また行きたいな。はい。はい。これ行った方がいいですかね。あ、じゃあお願いします。はい。ちょっとですね、これは、特別な仕様を求められてますので、ちょっと変えますね。ちょっと変えまーす。何なんか変えるの？はい、たーい。名古屋チームの皆さん、こんばんは。ゼブラパンと結婚したい、アレックス。ありがとうございます。ああ、今日のテーマは、私向きじゃないわ。直近で外食したのは、去年のいつだろうか、忘れたよ。で、今夜も王子に滑ってもらおうかな。中村明に言われたい胸キュンセリフ。あれ、ちょっと待って。ダンサーズ言っちゃうの？それ。マスクマンなんだけど。言います。あ、いいのね。はいはい、わかりました。もう少し一緒にいていいか、いいですか？バッターボックスに立ってても、アレックスのことしか考えられなくて。今日のホークスのオープン戦は、中村明はずっとベンチだっただけどね。という感じで、はい。これは滑ったと思うよ。滑ったかな。やめて。やめて。はい、アレックスさんごめんなさい。はい。はい。ではちょっとツイキャスも読んでいいでしょうか。はい。はい。おがちからもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。泉佐野の特急サザンさんはね、那覇空港の空港食堂が好き。あ、わかりました。はい。おかちからもしさんね、アドレスもツイキャスに載せていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。大城智也さんからはね、はい、ありがとうございます。こんばんは。本当コロナの影響たくさん出てますね。食堂。最近はよく糸満の方になるのかな。玉屋という蕎麦屋さんへ行くよ。とても美味しいんだよね。ということです。今度連れてってよ。ほんと知らないの。うん。タッチョンさん、はい、チースって。チース、あ、挨拶ね。はい。はい、鶴ヶ島のカズ兄さん、こんばんは。こんばんは。制服ロック最高さーっての、絶対飲んでるな、これ。飲んでるでしょ。飲んでるでしょ。大勝からもしさん、レストラン全く行かなくなったなーって。ああ、そうなんですか。でもそうですよね。外食ちょっと最近控えてて自分も行ってませんね。まあ、例のやつですよね。タッチョンさん、具志堅用高の像は富山県製っていう。あ、そうなんですか。へぇ、知らなかった。じゃあ今度下の方見て、メイドイン富山って書いてあるから。見てみまーす。見てみまーすって、いつ見に行くんだろうね。はい。はい。ということで、じゃあ、メールに戻ってもう一度読みますね。はい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。絶対今度、グーグル曲げにしてやるから。比喩名古屋を聞かない者は、逮捕だ。こっちからしてやる。今週のテーマ、食堂レストラン。といえば、私が夜間の仕事で比較的早く終わった場合、週に 1,2 回、浦添市ヤブソにあるヤブソですね、はい、ごめんなさいヤブソ、はい、すいません、ヤブソにある沖縄そば、そば屋に行きつけとして通っています。理由はそばが美味しいだけでなく、女性店主の荒崎さんが明るく陽気な上に、そばを食べに来るほとんどのお客様は、そば屋でそばを食べると翌日以降にいいことがあったり悪いことが起こらなくなると言ってます。あら、そうなんですか。私自身も蕎麦屋を行きつけとして通うようになった蕎麦は、縁起物として知るようになっただけではなく、店主の荒崎さんがラジオ好きとしてよく話が弾んでます。追伸、店主の荒崎さんは先日足を骨折し、今月は店を開けられず、来月から店を開けるとのことです。それでお大事にしてください。そうなんだ、お大事にしてください、はい、ということでした。はい、はい、ね、ちょっと気になりますね。気になりますね。ただ来月からということですね。はい。はい。はい。もう一ついいですね。もう一ついってもいいですか？はい。はい。はい。こんばんは。キユ名古屋の皆様、モーラです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、食堂レストラン。昔、僕が24、5歳の頃、営業で沖縄南部から北部まで営業車で走り回っていたので、食堂の美味しいところはあっちこっち、おのずと知っていました。
当時は昼ご飯を食べたら、そのままその座敷で漫画を見ながら1時間ぐらい昼寝していました。お、名古屋でも昼寝できる食堂がありますかっていうことで。いや、もう。あります？漫画喫茶になっちゃいますね、そうなると。あー、ね、やっぱりほら、なんか、例えば、その、現場で作業している方とか、営業の方っていうのは、ちょっとやっぱり昼寝したくなりますよね。あの営業のたまり場になってた喫茶店はありました。ああ、そっか。でそこ行くとね、座ってるけど、うん、みんな寝てたっていう。ああ、でも名古屋やっぱり喫茶店なんですかね、そういう場所がね。そうですね。ね、っていう感じですね。はい。はい。ということでじゃあメールまた後半に読みたいと思います。では CM ですね。は、はい。CM でーす。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、名古屋栄養のコーナーです。実はですね、我々二人なんですけども、まあ今もう一人出張中の滑り王子マスクマン、はい、これもなんですけども、先週末に、とても私たちにが本当にお世話になって、このラジオを立ち上げることについて本当にいろいろとお世話になり、かついろいろとこれからサポートをしていこうかというふうに言っていただいた、実は愛知沖縄県人会の理事である与那覇正弘先生なんですけども、実は先週ですけどもお亡くなりになりました。で、まあいつもですね、私はお会いすると本当に笑顔で迎えていただいて、だから普段はですね、すごく厳しい方ということでお聞きしているんですけども、このラジオをですね、支えるよというふうに言っていただいたのが、去年の10月の、県人会祭りの時だったんですね。で、まだまだですね、この番組まだね、始まってから半年ですね、今月で半年なんですけども、それを考えるとまだまだ教えてもらわなきゃいけないことがあった。で、この与那覇先生は、まあ、実はどういった方かと言いますと、まあ前ね、フリムーンラジオでも出ていただきました、かっちゃんこと与那覇
なんだっけ。まあ、かっちゃんですね。うん、それと、ヨナハマサカス。マサカスさんですね。失礼いたしました。ヨナハマサカスさん。そしのお父さんであり、先生、三線の先生でもあると。そういった方だったんですね。で、まあ、実はその先生とも話をしてたときに、実は名古屋から、沖縄のことをやる番組っていうのはないんだよと。で、逆に沖縄にいらっしゃる方も、名古屋の情報ってほとんどないんだよと。で、それをつなぐ番組をやるってすごいことだよっていうことを言っていただき、まあ自分としてはですね、すごくそれが、まあ志の支えになってやれてたというところなんですね。ですので、本当ね、確かにですね、体調もあまりよろしくなかったということは聞いてたんですけど、まあ、こういった形で、ね、なってしまったというのはとても自分としては残念だなと。まあ最後のね、まあお顔も拝見させていただきましたけども、ちょっと込み上げてくるものがありました。まあ、ただですね、まあ、こういったことを言ってる場合ではないんですよね。こういったことをずっと言っててもですね、我々、やっぱりこういった、ヨナハ先生のね、思いを、まあ、次の、ね、こういった、今やっているこの旧名古屋で、何としてでもやっていきたいなっていうところもあるので、まあ、ね、お空から、お聞きいただいてるんじゃないかなと思っております。お空から知った激励がね、あると思います。はい。はい。まあそういったことがあった週末でございました。はい。はい、では、今日の名古屋栄誉のコーナーでございました。はい、ということでね、小川力持ちさんがツイキャスでね、お悔やみ申し上げます。天国でしっかり聞いてるかもねということで。ああ、ね、そうですね。うん。ありがとうございます。まあ聞いて絶対聞いてると思います、ね。お酒飲んで聞いてると思います。お酒飲んでるかな。はい。はい。ではメールいきますね。はい。はい。こんばんは。ねえ、愛知県大丈夫ですか？コロナうつすって変なおじさんやら、うん、コロナ条例できるやら、うん、富山名古屋線の高速バスも土日は空席だらけでということで、ラジオネーム富山のタッチョンさんです。ありがとうございます。僕の沖縄へ行く生命線、愛知県をいじめないでくださいませんか？コロナのバカ。ああ、本当そうですね。うん。まあでも、コロナを移すっていう変なおじさんいましたよね。あれはびっくりしましたね。それは、あれは、あれは、あれはちょっと驚きました。はい。さて、レストラン。みんなファミレスって一人で入れます？どうですか？入れますよ。ああ、そうですか。はい。私は入れない派なんですけど。初心者ですね。そう、でもね、タッチョンさんもね、はい、僕は未だに入れないな。カウンターにある席ならいいけど、カウンターのある店ならいいけど、テーブルしかない店は入りづらい、入りづらい、ということで。私、タッチョンさんどういう方か知ってますけども、何を言ってるんでしょうね。いやでもちょっと私はタッチョンさんの気持ちわかるな。なんか落ち着かないんですよね。そうなんですか。うん、いや別に何でしょう。昼のコンビニ、コンビニじゃないわ。ファミレスは、結構ねお子さんとか、いっぱいいるっていう。小さい子がいっぱいいるかなという感じで、うん、結構ワイワイガイガイしてますね。うん、はい。ツイキャスでね、あと、浦添のしんちゃんさんから。はい。あれ滑り王子がいないね。ご無沙汰しています、うん。仕事しながらよく行く食堂は、浦添の秋港にある、内間食堂っていうんですかね。うん、内側の内に間の間。内間食堂ですよ、はい。家庭料理がうまくて、ゴーヤチャンプルーや鍋ラムシが大好きですね。っていう。いいですね。大城智也さん、先ほど、ぜひご一緒しましょう。お二人にも食べてほしいですっていただいております。あ、今度じゃあ、ぜひお願いいたします。おっぱいは才能、くびれは努力さん。
レストラン行った思い出もないし、若い頃に女性と食べてたら少し酔ったおじさんが、身分相応なガキが食べてる席が良いから、ガキをトイレの前の席に座らせて、わしを座らせろと怒鳴られたことが。もうね、こういう人ひどいね。ねちょっとつまみ出した方がいいですね。ねそのおじさんをつまみ出したいですね。はい。ね、大勝からもしさん、あ、そういえば明日は、東日本大震災が起こってから9年になるそうですね、ということで。はい、そうですね。明日は忘れてはいけない日ですよね。そうですね。ね、ちょっと今コロナウイルスの報道が多くてね、ちょっと東日本の報道がちょっと、ね、なんか少なくなってますけどね。うん、はい。はい。ということで、ちょっとメールまた戻ってもいいですかね。はい。名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。のしんちゃんです。ありがとうございます。食堂レストランですが、沖縄に行った時に地元の方に勧められたライカム近くのだるまそばというお店がおすすめです。だるまそばという店名だけあって、もちろんメインは沖縄そばですが、豚の生姜焼きやとんかつなどの定食メニューもたくさんありました。ここのお味噌汁が美味しすぎて忘れられません。見た目は黒っぽい汁でびっくりしましたが、かつおだしが効いていて今までに食べたことない味噌汁でした。目玉焼きが乗っていて、レタスやソーキなど具沢山でした。愛媛に帰って真似して作ってみたんですが、なかなかあの味が出せません。沖縄に行ったらまた食べに行きたい味です、ということでした。あー、いいですね。ライカム近くのだるまそばってまたちょっと自分が想像してるだるまそばと違う店ですね。違いますね。はい、はい、なんか気になりますね。はい、はい、ではでは、もう一ついきますね。たもがやさんからですね。食堂といえば愛知には、台湾人のやっている台湾料理店がありますが、私は安くてうまくてボリュームあるのは、稲沢市のイオタンという台湾料理のイオタンだと思います。イオタンっていう名前なんですね。はい。味噌、台湾ラーメンと料理とご飯とソフトドリンクで800円税込みです。安いですね。台湾ラーメンの変形、味噌台湾ラーメンが絶品ということで。あ、美味しそうですね。気になる、行ってみたい。はい。はい。で、もうこれが最後ですね。はい。はい、たもごやさんからもう一つ来てます、はい。沖縄から名古屋に移り住んでる人多いですね。私も前に住んでいた隣人が沖縄の人でした、ということで。はい。多いですね、ありがとうございます。ね、はい。では、はい、エンディングでーす。はい、はい。はい。来週のテーマは、スポーツ。スポーツを見る方が好きですか？やる方が好きかな？学生時代にスポーツはしていましたか？あなたのスポーツに関するエピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送移管サポート東海協和、個人スポンサー真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト名誉総裁賞を受賞、首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、以上各社の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたしました。はい、ありがとうございました。来週は王子来るかしら、はい、どっちでもいいんですけどね。そうだ、あの、来たいという、来てほしいという方は、ぜひ、またメールでお願いいたします。ということで。はい。では、今週もありがとうございました。では、また来週。今週もお聞きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと王子がいなくて。はい。いないですけども。そうか、王子がいないから今日暖かいのか。ねえ、うん、名古屋そうですね。今日は暖かかったですね。はい。はい、おうおう。あ、びっくりした。はい。ということでですね。もう放送終わってますね。終わってますね。はい。はい、ひふみさん、お疲れさ、お疲れごくんちょ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということでですね、はい、はい、もうお時間です。はい。ありがとうございました。さよなら。お願いします。